アレルギーじゃなくて食中毒？シャボン玉石鹸プレゼンツ、ハグハグ。近頃お手紙が書けるようになったゆいなちゃんと、一人でタッチができるようになったはるとくんです。今回ママからこんな質問が。ヒスタミン食中毒とは何ですか？お答えするのは新道小児科医院院長の新道静雄先生です。ヒスタミンという成分を多量に摂取することによりアレルギーに似た症状を呈する食中毒のことです。原因となる主な食品はヒスチジンというアミノ酸を多く含む赤身魚とその加工品です。ヒスチジンは魚の鮮度が落ちると細菌の作用でヒスタミンに変わります。多量に摂取すると食べた直後から1時間以内に顔面、特に口の周りや耳たぶが赤くなったり、頭痛、じんましん、発熱といった症状が出ます。発症したら速やかに医療機関を受診しましょう。症状だけでは診断しにくいため、医師には食べた魚について正確に伝えましょう。ヒスタミン食中毒を防ぐポイントを教えてください。ヒスタミンは匂いや見た目では判断することが難しいです。また一度作られると加熱しても冷凍しても分解されることはありません。家庭で魚を扱う際はすぐに冷蔵庫で保管してできるだけ早く食べる。冷凍した魚は常温で解凍しないようにしましょう。まずは大人が一口食べてみて、唇や舌先がピリピリした時は食べずに処分してください。ヒスタミン食中毒は誰にでも起こるものであり、アレルギーではありません。原因を特定しないまま魚アレルギーと自己判断しないようにしましょう。気をつけてお魚食べようね。番組では子育ての疑問、悩みをお持ちの出演者を大募集。 DMC ハグハグからご応募ください。